私は大事件から芸能ニュースまでこれから起きることが読める明日の新聞。そのアイドルは引退する。本当だわ。まるで預言者だぜ。テレビ局にいるパパの友達でも知らなかったのね。新聞は明日のものを読まないとね。そしてもう一本は寝ながら何でもできる寝ながらケース。宿題も楽。